中洲。中洲は、福岡市博多区、中川と博多川に挟まれた中洲に位置する地区である。中川の流れに沿って北西から南東にかけて、約1キロの細長い地形を呈する。北東から南西にかけての横幅は、約200メートル。北西から昭和通り、明治通り、国体道路、国道202号が、当該地域を貫き、 それらに直角にコール、中洲中央通りが中洲の観楽街の中心。行政会として、昭和通りから北西が中洲中島町、昭和通りから南東が中洲1から5丁目である。中洲中島町を除いた地区が観楽街に該当する。また、中川の対岸は西中州と呼ばれ、料亭などが多い。西中州は中洲の続きという位置づけであるが、 博多区ではなく中央区である。九州最大の観楽街であり、大阪、北新地と並んで、西日本一の観楽街ともされる。また、東京の新宿、歌舞伎町、札幌、すすきのと合わせて、日本三大観楽街と称されることもある。最寄り駅は、福岡市地下鉄中須川端駅。1九十一年に公開された映画、ゴジラ VS キングギドラでは、 周辺が舞台になり、大規模なロケーションが観光された。中洲と西中州、天神を結ぶ、福白で愛橋からは、中川添いのネオンサインの風景が見られる。中洲には、全国の他の観楽街と、同じく、飲食店や、風営法対象業種であるクラブやキャバクラ。中洲では、ラウンジや、ニュークラブという、セクシーパブ、バーなどが集積されている。 いずれも、中須観光協会より、1996年、隣接する住吉地区にキャナルシティ博多が開業。1999年には隣接する下川端町に博多リバレインが開業。福岡玉屋は1999年に閉店したが2006年、跡地に複合商業施設ゲート S が開業した。また隣接する川端通商店街にも多くの小売店や、 飲食店などが並ぶ。ホテルやカプセルホテル、インターネットカフェなどもある。かつて中州には映画館が集中していたが、現在は太陽映画劇場、中州太陽のみとなった。南端の南新地地区、中州一丁目は、ソープランドなど風俗店が集積し、いわゆるソープ街を形成する。中川沿いに整備された遊歩道には屋台が立ち並ぶ。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、風適法の下で、福岡県が制定した風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例、昭和59年12月28日条例第30号において、中須について以下のような指定がなされている。年間、福岡藩藩主の黒田長政が、 福岡、現在の中央区と博多、現在の博多区を結ぶために、中之島、中島町。現在の中洲中島町近辺の東西に、東中島橋と西中島橋、現在の昭和通りをかけて整備された。当初は、魚町流、福神流に属し、町人町である博多の一部とされた。中島町から西中島橋を渡って、福岡入りする箇所には、 城下町防御のため、増ス型門が置かれた。博多湾に面する北西端には、長崎警護の船を係留する三船入りが設けられたが、砂が堆積しようなさなくなり、完成3年、1791年には、新三船入りが現在の博多中学校の位置に新設。中の島の小三船入りは1820年、文政3年頃に埋められ、浜新地、 1834年、天保5年の福岡半藩,藩政改革では発行した銀札を流通させるため中島町、浜新地一帯が繁華街として整備され、芝居、相撲、富くじが行われた。同年秋には、市川團十郎が、金本、中臣蔵を上演。また茶屋なども集まった。1847年、紅火4年には、 黒田長広により繁栄整連所が設けられる。一方現在の中洲、当時は、東中州と呼ばれたの大半は18世紀半ばまで、畑であり、福岡市政が始まる1889年、明治22年までは、中群春、吉村の一部であった。明治時代になり、中洲には、福岡病院、九州大学病院の前身や博多伝統本社、 福岡電話局などが開設される。1874年、明治7年には、常設芝居小屋が設立され、明治30年代には次々と劇場が建てられた。さらに1913年、大正2年からは、映画館が続々と建てられ、繁華街として発展。1925年、大正14年には、玉の屋のデパートが開業。百九十七年、 明治三十年から、鍵盤、鍵盤、芸人と客を取り持つ事務所が複数設立された。大正時代初期からは、カフェやバーも増えていった。中でも1934年、昭和9年に開店した、ブラジレイロは、文学サロンとなり、日の足兵、夢の旧作、原田種織らが足を運んだ。 1907年には、与謝野鉄官や北原白州ら文学人5人が、九州各地を旅行中、中須の川竹旅館に宿泊。この時の寄稿文は、五足の靴として出版された。1945年の福岡大空襲では、南新地の一部を除いた中須全域が理災。しかし同年末から映画館が復興。劇場も復活。 映画館は1956年には17館も立ち並んだ。鍵盤も復活。またスナックやキャバレーも激増。また南新地にはソープランドなどが増加した。なお、1956年から1959年までの間、花の赤ビル上階に、久留米市にあったラジオ局の九州朝日放送、KBC 外展、テレビ開局に伴い、 長浜に再移転するまで、ここで放送していた。かつて中洲は、中洲と落音で呼ばれたとされる。静音の中洲が正式になった時期は不明だが、今でもこだわりを持って、中洲と呼ぶ人もいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。